インフィニティガントレッドとは、1991年12月より、マーベルコミックスから出版された全6号の、リミテッドシリーズであり、同作に登場する架空の道具の名称でもある。原作は、ジム・スターリン、作画は、ジョージ・ペレスとロン・リム。本作は、同名のクロスオーバーイベントの中核であり、プロット要素のいくつかは、 他市の大因号でも扱われた。書質のコミックブック以外にも、数多くの形式で再販が行われている。異星人の虚無主義者サノスが6個のインフィニティジェムを集め、自らのガントレットにはめ込んだところで、本作は幕を開ける。すべてのジェムのパワーを手にしたことで、神同然の地位に登ったサノスは、死が具現化した存在である、ミストレスデスの愛を勝ち取ろうとする。 サノスはそのパワーを持って、全宇宙の生命体の半数に死をもたらし、アダム・ウォーロックは生き残った地球のヒーローを救坊して、戦いを挑む。その後、インフィニティ・ガントレットがサノスの孫娘ネビューラの手に落ちると、サノスはヒーロー側について、奪還を試みる。最終的にガントレットを手にしたのは、ウォーロックであった。 サノスが引き起こした死と破壊は、ガントレットのパワーで修復された。本作のルーツは1970年代に遡る。当時マーベル社で原作と作画を兼務していた。スターリンは、作品中でサノスや、インフィニティジェムといったアイディアを展開していた。スターリンは1990年に、シルバーサーファー第3シリーズ第34号から、同志の原作者に就任し、 ペンシラーのリムと共に16号にわたって執筆を続けた。そのストーリーは全2号のサイドシリーズサノスクエストに発展し、そして本作インフィニティガントレッドに結実した。本作の作画は第4号まで人気作家ペレスが担当したが、ペレスがスケジュール的な問題を抱えており、ストーリーにも不満があったことでリムに交代した。 本作は、マーベル社のトップセラーとなり、直後に、続編、インフィニティ・ウォー及び、インフィニティ・クルセードが作られた。本作の出来事は、マーベル社の作中世界で、大きな事件となっており、初出から30年近く経って、なお言及されることがある。ファンの間での人気も依然として高く、再販本や、関連商品の発売が、断続的に続いている。 本作の題材やプロットは、ビデオゲーム、アニメシリーズで何度も再利用されており、2018年の映画、アベンジャーズ・インフィニティウォーにも、本作の内容が取り入れられている。本作の中心キャラクターであるサノスは、ジム・スターリンによって作り出され、アイアンマン第55号で初めて世に出た。スターリンは、原作、原画を務めていた、マーベル社の月刊誌。 キャプテン・マーベルでサノスを悪役として使い、キャラクターを発展させていった。一連のストーリーラインは第一次サノス王として知られるようになった。その完結直後、スターリンは1974年7月まででキャプテン・マーベル死を離れた。スターリンは1975年にストレンジ・テイルズの原作、作画を任された。スターリンは 同志で展開されていたアダム・ウォーロックのストーリーを引き継ぐと、ウォーロックのキャラクターを大幅に変更するとともに、インフィニティ・ジェムの設定を作り出した。スターリンは、サノスをヒーロー側で再登場させ、次に敵に回らせた。この長編ストーリーは1977年まで続き、第二次サノス王として知られるようになった。 二編のサノス王は短期間に続けて刊行されたため、合わせて一つのストーリーラインだとみなされることがある。どちらのストーリーも宇宙を舞台としていたため、スターリンはコズミックテーマの作家と考えられるようになった。第二次サノス王の完結後、スターリンはマーベルで持っていた連載をすべて返上した。その後1980年代を通じて、マーベルではグラフィックノベル、 キャプテン、マーベルの死やクリエイターオーンド作品、ドレッドスターなど、単発のプロジェクトしか手掛けなかった。その一方、DC コミックスでは、バットマンや、コズミックオデッセイのような注目度の高い作品を出している。1990年のインタビューでスターリンは、第一次サノス王の、タイイン号でサノスを使った原作者は何人もいるが、 好きなように使うことを許されている原作者は自分だけだと述べた。シリーズ原作者、ジム・スターリン。1988年、スティーブ・イングルハートはライターを務める、シルバーサーファーでインフィニティ・ジェムとミストレス・デスを登場させた。さらにミストレスです・デスが敵に復讐するためにサノスを利用する続編ストーリーを構想し、編集部に許可を求めた。 しかし総編集長、トム・デファルコは、サノスのことを知らなかった。説明を受けたデファルコはこのストーリー案を気に入り、夏の大型クロスオーバーのために温存しておくことに、した。この時デファルコは、1988年の、クロスオーバー、エボリューショナリーウォーと、同じく、リミテッドシリーズではなく複数のレギュラーシリーズの、アニュアル語上でストーリーを展開する観光形式を、 支持していた。マーベルは、サノスと関係の深いスターリンを呼び戻し、本作の原作者に迎えた。スターリンは直近に読んだビルヘルムライヒ、カルロス・カスタネダ、ロジャー・ゼラズニーからの影響で、サノスを何重にも奥行きを持ったキャラクターとして、描こうと決めた。スターリンは本作をサノスの物語の最終幕にする、つもりで執筆を始め、 中盤を越えたところでサノスをアンチヒーローとして扱うことに決めた。多岐にわたるプロットと配役を整理するため、スターリンは壁にかけた大きな合板にインデックスカードを貼っていった。スターリンは第34号からシルバーサーファーの原作を書き始めた。最初の4号ではサノスが改めて紹介され、新章の開幕を告げた。当初、 スターリンと担当編集者、クレイグ・アンダーソンは本作をシルバーサーファー氏だけで完結させる計画だった。しかし、マーベル社を買収したばかりの新オーナーは IP をすべて最大限に活用するよう指示を下した。サノスの帰還が大きな話題を呼んだことに乗じて、物語の第二幕は全2号のスピンオフシリーズ、サノスクエストで描かれた。 その後のストーリーは、シルバーサーファー第44号に続いた。スターリンとアンダーソンは再び動市上でストーリーを完結させようとしたが、サノスクエストの売れ行きが好調だったことで、スピンオフ第2弾が企画された。シルバーサーファー史上での展開は、第50号で終わり、リミテッドシリーズ、インフィニティガントレットが始まった。 スターリンはシルバーサーファー第46号でアダム・ウォーロックと関連キャラクターを再登場させた。ウォーロックを登場させるつもりがないなら他の原作者に渡すと編集者から迫られたためであった。スターリンはその原作者の作品を高く評価していなかったため、ウォーロックを自分のストーリーに取り入れることに決めた。スターリンは本作で人気キャラクターを死なせるつもりだったが、 マーベル編集スタッフはことを唱えなかった。スターリンによれば、その理由の一つはアンダーソンが同僚にストーリーの細部を伝えていなかったためである。ただし、編集者らは担当キャラクターの内本作に貸し出せるものを選別した。例えば x 面の編集者、ボブ・ハラスはサイクロプスとウルバリンしか使うことを許さなかった。それ以外の X。 メインキャラクターは絵に描かれないところで死ぬなどして物語から退場した。編集者たちが非協力的だったのは夏のクロスオーバーイベントが実施され始めてからそれほど年数が経っていなかったせいもある。作画家、ジョージ・ペレス、ロンリム。人気の作画家、ジョージ・ペレスは登場人物が多い作品を描くことで定評があった。ペレスは1970年代に マーベルのアベンジャーズで頭角を表し、その後 DC に移籍して、ニューティーン・タイタンズ、クライシス、オン・インフィニット・アース、ワンダー・ウーマンなどを手掛けた。ペレスは1984年に DC 社と専属契約を結んだ。マーベル社の原作者、作画家ジム・バレンチノは、この契約が1990年8月で執行することを知って、ペレスに電話をかけ、 自身が原作と原画を務めるガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで表紙のインキングを行うよう依頼し承諾を得た。バレンチノの担当編集者でもあったアンダーソンからそれを伝え聞いたスターリンはペレスに電話しインフィニティガントレッドの原画を依頼した。ペレスはスターリンやアンダーソンと条件を詰めた上で依頼を受けた。大人数シーンを描くのを好んでいたペレスは古巣マーベルのファンの 度肝を抜くため、登場人物をなるべく増やすようにスターリンに頼んだ。ペレスは1991年のインタビューにおいて、シルバーサーファーとサノスクエストのペンシラーであったロンリムを差し置いて自分に声がかけられたのはリムが多忙だったためだという推測を述べた。ペレスは DC 社では作画だけでなく原作も行っていたが、 マーベルキャラクターの現状には詳しくなかったため、インフィニティガントレッドでは完全なスクリプトに基づいて作画に専念することに同意した。この制作体制はペレスにとって窮屈に感じられ、早い段階から腹も立ったし、うんざりしたという。スターリンはスクリプトと共に参考用のコマ割り案を作成していたが、ペレスは スターリンの許可の下で自由に小回りを行い、あるシーンのスペースを増やしたり、前後を入れ替えたりした。表紙画は、プロモーション素材として使われるため、ペレスは本シリーズ第1号の作画を終えるより早く、第4号までの表紙原画を仕上げていた。しかしペレスは、当時のマーベルユニバースの状況を知らなかったため、第3号の表紙では、そうや、 クエーサーなどのキャラクターを急コスチュームで描いてしまった。ペレスは書き直しを命じられて、意気消沈した。ペレスは本作の制作と並行して DC コミックスでもウォー・オブ・ザ・ゴッズの原画を行っていた。同作はワンダー・ウーマンのミニシリーズで、ペレスによると非常に神経を使うプロジェクトであった。どちらのプロジェクトも進行が遅れ始めたため、ペレスは ウオ,ーオブザゴッズの仕事を辞退したたたいと考えたが契約によりかなわなかったスケジュール的な重圧により、また作画と原作を兼任するスタイルに馴染んでいたこともあり、ペレスはスターリンのスクリプトへの不満を募らせていった。内容に比してページを使いすぎだというのがペレスの主張であった。意欲の限界によって作画のデモにぶり、スケジュールはさらに遅れていった。 ペレスが第4号の締め切りを守れないことが確実になるとデファルコはシルバーサーファーの聖ペンシラーであったロンリムに第4号の作画を完成させるよう依頼したさらにデファルコはシリーズの作画をリムに譲ることをペレスに了承させたペレスはこの交代劇に納得しており初めからリムが作画を担当するべきだったと後に述べたペレスは シリーズ完結までリムの表紙イラストのインキングを行い何もイコがないことを示した。マーベル経営人はペレスの交番によって売れ行きが落ちることを危惧したがリムの手掛けた号は知り上がりに売り上げを増やしていった。ペレスの代打を務めるためリムはキャプテンアメリカを交番しなければならなかった。リムは作画家としてペレスから影響を受けたことを公言しており その仕事を奪ったことで心が痛んだという。その上、非常に多くのキャラクターが登場する本作はリムのキャリアの中で最も困難な仕事であった。それでもリムはインフィニティガントレットの図像的な面を担うことが楽しかったと発言した。本作の売り上げを知ったペレスは交番によって数万ドルと思われる印税収入を失ったと気づいた。しかし、 本作に続編の企画があることを知ると後悔はなくなった。スターリンと同じく、ペレスも本作がサノスの最後のストーリーになると信じて、仕事を受けていた。ジャーナリストのショーンハウの表現によれば、本作の観光までの数ヶ月、マーベル社のマーケティング部はこのイベントを煽りまくった。プロモーションの一環として、ダイレクトマーケット参加の小売店に配布された。 宣伝キットには本シリーズの内容を詳しく述べた書状レジ横に掲示する反則材料1836インチのポスターなどが含まれていた。PRC マーベルエイジ第91号にはサノスクエストの特集とスターリンのインタビューが掲載され、続いて第99号ではインフィニティガントレット第1号のプレビューが7ページ掲載された。 コミックスインタビュー第94号でも本作の特集が組まれ8ページにわたってペレスのインタビューが載った。スターリンはコミックスシーン第19号のインタビューで本作について語った。インフィニティガントレットリミテッドシリーズは1991年7月から12月まで月間で発行された。どの号もコミック専門店とニューススタンドの両方で販売された。 表紙イラストレーションはどちらの版でも共通だったがニューススタンド版でバーコードが印刷されている位置にコミック専門店版ではマーベル30周年を記念するイラストレーションが入っていた。各号は全48ページ定価2.5ドルであった。この当時マーベル社の平均的なタイトルは全24ページ定価1ドルだった。 マーベル社のコミックブックは互いにつながり合っているので、インフィニティガントレットに主役キャラクターを貸し出した。オンゴーイングシリーズの一部では、メインプロットを別の視点から描くストーリーや、作中の出来事から生じたサイドストーリーが同時展開された。それらの号では表紙右上隅にアン、インフィニティガントレットクロスオーバーと書かれた三角形のマークが付けられた。これらの いわゆるタイイン語の内容が、リミテッドシリーズに逆輸入されることはなく、読まなくてもプロットに穴は生じなかった。ドクター・ストレンジ第36号では、事件終結後のストーリーが描かれ、表紙には、インフィニティガントレットエピローグと表示された。シークレット・ウォーズ、クライシス、オン・インフィニット・アース、アーマゲドン2001などのクロスオーバーイベントでは、その出版社のタイトルのほとんどで、 隊員が行われたが、本作の隊員に参加したのは、メインストーリーに関わるキャラクターの出演作や、手こ入れを必要としていたタイトルのみだった。売れ行きの悪いタイトルにおける隊員について、ペレスによると、マーベルの方針は、やらないとただじゃおかないぞというものだった。スターリンは、隊員後のプロット作成には関与せず、手を挙げたライターに、自らの執筆プランを明かし、 使いたい要素を自由に選ばせた。スターリンは、マーベルキャラクターの現状に暗く、スリープウォーカーに至っては存在さえ知らなかったため、こうしたやり方が最善だと考えた。1992年、続編、インフィニティ、ウォーの発刊と時期を合わせて、インフィニティガントレッドミニシリーズを、全一巻にまとめた、ソフトカバー単行本が発売された。この当時は、 人気作しか単行本化されていなかった。同書の表紙はペレスによる新イラストレーションと白押しロゴで飾られていた。後の増刷では表紙イラストレーションが別人のものと変わり白押しは省略された。標準小売価格19.95ドルは収録号を低下で揃えるより5ドル高かった。2006年6月。 アナイアレーションの観光と合わせてソフトカバー単行本の第2版が発売された。アナイアレーションはキース・ギフェンとアンドレア・ディビトによるコズミックテーマのクロスオーバー作品で本作と同じくサノスとシルバーサーファーが活躍するものだった。この版ではミニシリーズ第1号の表紙が流用され直後に初単行本化された続編インフィニティをおよび インフィニティクルセードと共通のトレードドレスが付与されていた。この版は発売月の発行部数が約2500冊でダイヤモンドディストリビューションによるとコミック単行本のベストセラー第33位であった。2006年にはシルバーサーファーに掲載された本作の前日単4号分とサノスクエスト全2号を収録した先週。 リバース・オブ・サノスが発売された。2010年7月、マーベル・プレミア・クラシックシリーズの第46巻として、本作のハードカバー版が刊行された。同シリーズの通例として、表紙の異なる2種類のバージョンが作られた。スタンダード版の表紙は、艶消し黒の地の上に、 ミニシリーズ第4号の表紙から取られたサ・ノスのイラストとメタリックレッドのタイトルロゴが描かれていた。コミック専門店限定のバリアント版では、黒と赤の背景の上に、オリジナル版第1号の表紙が50%に縮小されて描かれ、背拍子に関数が表示されていた。2011年、ソフトカバー第3版が販売された。第冊では、 プレミアクラシックスタンダード版の表紙が再利用されていたが増刷ではオリジナル版第1号の表紙に戻った2012年の映画アベンジャーズでエンドロール後にサノスが登場するとこの版の売れ行きが上昇した2014年7月全1248ページのオムニバス版インフィニティガントレットが発売されたシルバーサーファー氏の前日単 サノスクエスト、観光当時の大員号を収録したハードカバーであった。また大員とは名打たれなかったが、ストーリー的な関連がある号も収められていた。ミニシリーズ版第1号の表紙イラストを流用した通常版はコミック専門店と一般書店の両方で販売されたが、コミック専門店ではスターリンが表紙を描いたバリアント版も発注することができた。 マーベルが2015年4月に刊行したトゥルービリーバーズシリーズの第1弾にはインフィニティガントレット第1号が収録された。同シリーズは安価な再販本からなり、マーベルの過去作から人気タイトルを選んで新しい読者に紹介するためのものであった。2018年3月、ハードカバー12冊からなる500ドルのボックスセットが発売された。収録作は インフィニティガントレットプレリュードから始まり、インフィニティのタイトルを冠した、クロスオーバー三部作、それらの退院誌、三部作の間を埋めるストーリー、そして、ボーナスストーリーなどを収めた528ページの、コンパニオンであった。どの版でも、単行本の絵とストーリーは、オリジナル版と同一だが、後の版では、ミニシリーズ第6号のミスが修正されている。オリジナル版では、 広告ページが挟まった関係で、2ページ見開きとして描かれた戦闘シーンが1枚の紙の表裏に印刷されてしまっていた。単行本では広告がないため、問題のシーンは糸通りに印刷されている。1996年4月から10月まで、小学館プロダクションより発行されていたマーブルクロス紙に掲載された。 1>, 1号から6号に1話ずつ、全6話が完全収録されている。翻訳は、秋友克也による。これは、秋友の商業翻訳デビュー作にあたる。本作を原案とする映画、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーの公開を翌年に控えた2017年12月、小学館集英社プロダクションから、ミニシリーズ全6号を収録した日本語版、単行本が刊行された。 本役は、坂井美穂による死に役。全宇宙に存在する生命体の数が急速に伸長し、これまでに死んだ死者の数を超えた。ミストレスデスは、サノスに対し、宇宙の生命の半分を殺して、均衡を回復するように命じる。サノスの目的を知った、シルバーサーファーは阻止しようとするが、サノスは、干渉を逃れるため自らの死を偽装する。 デスの次元に移ったサノスは、任務を達成する最善の方法を模索するうちに6個、1組のインフィニティジェムに目をつける。かつて自身が武器として使っていた強力な物体だが、想定を超える強大なパワーを所有者に与えることが、判明したのだった。それぞれのジェムは、宇宙の6つの層の1つを支配していた。サノスは、宇宙を股にかけて、 ジェムを集め、自身の左のガントレットに埋め込んでいく。すべてが集まった時、サノスはデスに謁見し、今こそ対等の存在として言葉を交わしてくれることを期待する。しかし、デスはそれまでと同じく取り次ぎを介して言葉を伝えた。それはサノスが彼女よりも上位の存在となったためだった。シルバーサーファーはサノスが生きていたことを知って、 戦いを挑む。新たに手に入れた力をこじすべく、サノスは、シルバーサーファーの魂を、ソウルジェムの中に放築する。そこで、シルバーサーファーは、アダム・ウォーロックと出会い、サノスの行情を伝える。ウォーロックは、シルバーサーファーを現実世界に返し、サノスが党に協力することを約束する。シルバーサーファーは、アベンジャーズや他のヒーローに、サノスに備える。 要警告するため地球に向かう。その一方で、インフィニティガントレットのパワーを感知したメフィストがサノースの下に現れ、パワーの使い道を助言しようと申し出る。その裏でメフィストはガントレットを我がものとする機会を待っていた。第一話ドクター・ストレンジが自分の館でくつろいでいるところに突然大音響が轟く。屋根裏部屋に飛び込んだストレンジは、 天井を突き破って落下してきたシルバーサーファーを発見する。意識朦朧のサーファーは想像を絶する恐ろしい破滅が止めなければサノスが復活したと告げた。その頃、無限の力を持ってしても愛するデスに振り向いてもらえないサノスは悟空にデスを称える巨大神殿を出現させる。また、己の非常さをアピールするため、 自分の孫娘ネビューラを腐敗した同死体に変えて見せびらかす。だがそれでもデスの関心を得られなかったサノスはメフィストの進言によりついに計画を実行することにした。インフィニティガントレットをはめた腕を掲げ指をパチンと一つ鳴らす。たったそれだけで全宇宙の生命の半分が消去された。スパイダーマンの恋人の MJ がアベンジャーズのメンバーが ニック・フューリーが、ドクター・ストレンジの出事が、そして、スクラル帝国でも、衛星、タイタンのエターナルズのコロニーでも、運よく生き残った者は、それぞれの大切な人々の消失を知り、驚愕と絶望にとらわれた。第2話題消失に見舞われた地球では、火災や飛行機事故などが頻発しており、生き残ったヒーローたちが、人々の救出に死力を尽くしていた。また、 クリー帝国では、この大小室は、宿敵スクラル帝国の陰謀であるとし、報復艦隊が発信していた。半数の神々が消去されたアスガードには、ギリシャやケルトをはじめとする神々が集合し、前後作を検討していた。その時、ドクター・ストレンジの精神に何者かが接触し、サノスと戦う軍団を集めることを提案する。エターナルズのエロスは、 衛星、タイタンのコロニーからテレポートされ、サノスの捕虜になる。サノスの精神操作を試みるエロスだったが、ガントレットの力で能力を封じられてしまう。時を同じくして、ドクター・ドゥームも怪しい動きを始めていた。やがて自分が支配すべき臣民たちを消失させられたという怒りと、 この混乱の原因から、さらなる科学と権力を得ようとする欲望が彼を突き動かしていたのだ。ストレンジの屋敷に侵入し、この大消失の原因を無理やり聞き出そうとした、ドクター・ドゥームは、シルバー・サーファーと戦闘になる。そこに割って入ったのは、ソウル・ワールドから、現実世界に復活したアダム・オーロックと、ピップ・ザ・トロルだった。 大小室を引き起こし、加えて、ネビュラとエロスを様々な方法で攻めさえ何でもデスに、振り向いてもらえないサノスは、ついに怒りを爆発させる。ガントレットの引き起こした怒りの衝撃波は、銀河系の4分の1を蹂躙し、ギャラクタスが食らおうとしていた星も砕かれてしまう。宇宙的な上を満たす機会を奪われたギャラクタスは、激しい怒りを抑えつけ、知略を巡らせつつ、 時を待つ。第3話アベンジャーズの基地へ転移したドクター・ストレンジ、アダム・オーロック、シルバー・サーファー、ドクター・ドゥーム、ピップはサノスに対抗する軍団の編成をキャプテン・アメリカに持ちかける。ストレンジのテレパシーによる呼びかけに応え、ポータルから地球のヒーローの生き残りが続々と現れる。地球ヒーロー軍団の編成をキャプテン・アメリカに任せたアダムとサーファーは、 新たなポータルを通って銀河の果てへ向かう。そこにはエポックとクエーサー、エターニティ、トキの巨神、クロノス、ロードカオスとマスターオーダー、ラブヘイト、ストレンジャー、ギャラクタス、2体のセレッシャルズといったコズミックビーイングたち、そしてウォッチャーのワーツとリビングトリビューナルが参集していた。全多元宇宙の全生命体の統合体であるエターニティは、 審判者リビングトリビューナルにサノスの暴虐への懲罰を求める。しかし、多次元宇宙の調和を守るリビングトリビューナルは、今回のサノスの行動はこの宇宙における思考の地位をめぐる自然淘汰の一つに過ぎず、弱肉強食は宇宙の基本原則の一つである、として本件への関与を却下した。またオッチャーも、傍観者たる自らの立場を表明して去った。 アダムは残った他のコズミックビーイングたちに攻撃計画への参加を持ちかける。一方、デスの態度にゴを煮やしたサノスは完全なる愛人、テラクシアを想像する。しかし、それでもデスは一個だにしなかった。神殿の上に出現したオッチャーを見てヒーローたちの襲来を予測したサノスは彼らを皆殺しにすることをデスに宣言する。時は来た。 ストレンジのマグ、アガモットの目が大きなポータルを開く。アダムとサーファーが先行し、サノスの神殿から一光年の位置に着いた。ピップのカウントダウンに合わせて、選手たちがポータルをくぐり、神殿に突入する。しかしアダムが立案したのはあまりに非常な計画であった。地球を代表するスーパーヒーローである彼らですら、陽動であり、捨て石に過ぎなかったのだ。 第四話、そう、ファイアロード、ネーモア、アイアンマンがサノスに突撃する。サノスは笑いながら、指を鳴らした。その瞬間、全多元宇宙の時間が停止した。停止を免れたのは、サノスの周囲のわずかな範囲のみである。しかし、メフィストの、デスに対して、あなた様の勇気を示すのですという囁きに応じ、サノスはパワージェム以外の5個のジェムの能力を遮断する。 こうすれば奴らにも0.05%程度は勝つ、望みがあろうと嘘武器。サノスが、再び指を鳴らすと、時が動き出した。ヒーローたちの攻撃がサノスに集中する。しかし、それをものともせず、サノスの反撃が始まった。次々に殺されていくヒーローたち。最後に残ったキャプテンアメリカは一騎打ちを挑む。サノスの拳が、笛のシールドを打ち砕き、 キャップを殴り殺そうとした瞬間、ガントレットめがけて一光年先から、シルバーサーファーが、超スピードで突っ込んだ。しかしわずかな差でガントレットを奪うことはできず、キャプテンアメリカも死んだ。危うく敗北を免れたサノスは、冷静さを取り戻し、ジェムの機能を復活させる。アダム・ウォーロックの第一のプランは破れた。そして、アダムは、コズミック・ビーイングたちを召喚する。第五は、 コズミックビーイングたちは次元を歪めるほどの猛攻をサノスに加える。メフィストは範囲をロにし、ミストレスデスも敵型に回った。しかしすべての攻撃は無駄だった。六つのジェムの力で全知全能を超えたサノスは彼ら全員を凍結封印し、自らを思考の神であると宣伝した。そしてついにエターニティが戦いを挑んだ。 多元宇宙を吹き飛ばすほどの爆発が起こり、ついに決着がついた。サノスの精神は、エターニティにとって変わり、この宇宙と、同一化したのだ。その時、一瞬の隙をついた、同死体ネビューラが、無防備なさ、ノスの肉体からガントレットをひったくった。世紀あふれる肉体を取り戻したネビューラが最初に、言ったのはサノスへの復讐だった。一瞬にして、無力となったさ。 ノスとテラクシアを宇宙空間に放り出したのだ。窒息したテラクシアは死に、サノスは死を覚悟した。しかしその瞬間、サノスはアダムが作ったポータルによって地球のアベンジャーズ基地に転送された。アダムはサノスに内密の会話を求め、彼がガントレットを失うことを予期していたと告げる。サノスは自らが全能の力にふさわしくないと心の信号で、 悟っており、無意識に敗北を求めたのだという。ソウルジェムに封じられていたオーロックは、ジェムを持つ者の心を見通すことができたのだった。打ちのめされたサノスは、説得を受け入れ、ネビュラ打倒に協力する。形勢逆転に成功したネビュラだったが、ガントレットのもたらす、超近くと力を持て余した彼女の精神は、崩壊しかけていた。第六話、アダム、サノス。 シルバーサーファーラはポータルを使って神殿に転移する。死んだと思っていたさ、ノスの挑発に乗ったネビュラは、単慮な命令を下してしまう。ガントレットを私の手に残したまま、それ以外のすべてを24時間前の状態に戻す。一瞬で、世界は急に復し、ネビュラは、同死体に戻った。自らの策が成功したことに満足し、 悠々とガントレットを回収に向かうサノスだったが、次の瞬間にはネビュラが復活していた。ガントレットは着用者の思考だけで発動するのだ。しかし、間を置かず、復活したコズミックビーイングたちによる一斉攻撃がネビュラを襲う。ネビュラは必死の防戦を繰り広げるが、彼女にはサノスほどの精神力や経験が足りなかった。大混乱のさなか、 アダムとサーファーは、ソウルジェムの内部に転移していた。サーファーを現実世界との絆として残し、アダムは、自分の存在を拡張していく。ソウルジェムと同化を果たしたアダムは、他の5つのジェムに干渉して、ガントレットの調和を破る。その瞬間、エネルギーがオーバーフローしたガントレットをネビュラが、取り落とす。サノスとヒーローたちは地に落ちたガントレットに殺到する。 しかしガントレットを手にしたのは実体化したアダム・ウォーロックだった。投獄されるよりも死を選んだサノスはベルトに仕込んでいた核兵器を起動させ、虚空で自爆する。ネビュラはエロスによって降印されていった。ヒーローたちはガントレットの所有権に異議を唱えるが、ウォーロックは運を言わさず彼らを地球に送り返す。その後、 ウォーロックは60日後の未来に移動し、名前のない惑星を訪問する。そこには、実は生存していたサノスが、一階の農夫として暮らしていた。サノスはウォーロックに対し、力の追求を放棄して静かに内政的な生活を送るつもりだと告げる。ストレンジは、ウォーロックを訪問し、新たなパワーに適応できたか確かめようとする。ウォーロックは、 宇宙から利己的な欲望と競争心を消し去るつもりだと明かす。ウォーロックは、それが、戦争や不安をなくすことになると信じていたが、ストレンジの価値観はそれを許さなかった。ストレンジの魔法により、ソウルストーンはウォーロックに、欲望と競争心を失った生き物は単なる、動物であることを見せる。ウォーロックは考えを変え、自らの行動をより慎重に選ぶことを約束する。 エターニティはリビング・トリビューナルを召喚し、ウォーロックがインフィニティ・ガントレットを持つにふさわしいか審判を請う。宇宙を支配する力を持つには精神的に不適格だと断じられたウォーロックは、ジェムの内心自身が選んだ守護者たちに託すことを受け入れる。本作は観光後すぐにヒットし、1990年代を通して最も影響力の大きいストーリーラインの一つと、 なった。当時全米でコミックブックの取り継ぎを行っていた両者とも本シリーズの前後が発売月にベストセラートップ10入りを果たした。1991年9月コミックブックマーケットでの登記を扱う雑誌ウィザードは本作第1号、値上がり有望、リストの9位に本作のプロローグが掲載されたシルバーサーファー氏の2号、 それぞれ6位と10位に上げた。本作第1号の価格は、コレクター市場において、低下2.5ドルから上昇していき、1992年末に9から10ドルで安定化した。本作の派生シリーズ、ウォーロックザ・インフィニティ・ウォッチの総刊号は、ウィザード1991年12月号で、推奨作品の筆頭に挙げられた。インフィニティ・ウォッチのストーリーは、 本作の正式な続編、インフィニティ・ウォーに続き、ついで続編、第2作、インフィニティ・クルセードが刊行された。他紙で本作の退院を行った号も売れ行きは、好調だったため、本作にキャラクターを貸し出したがらなかった編集者も、続編では、退院に参加することを希望した。 1990年代の終わりが近づくにつれて、インフィニティガントレットへの関心は薄れ始めた。2編の続編は、好評を得られず、インフィニティウォッチは1995年に打ち切られた。同年、マーベル社は、インフィニティジェムをメインの作中世界から取り除き、買収した、マリブコミックス社から取得した、ウルトラバース世界に移した。その後、 ウルトラバースを舞台とするコミックは1996年に廃刊となった。ウィザード氏は1998年日本作を毎号のコミックブック価格リストから外した。ペーパーバック単行本の第一版は1999年を最後に再版されなかった。図書としてのインフィニティガントレッドは人気を保ち続けた。マーベル社は 同じディズニー参加の ESPN と提携して NBA の2010から2011年シーズンにプロモーション画像を制作したが ESPN ザ・マガジン2010年10月22日号に掲載された広告ではインフィニティガントレットをつけたコービー・ブライアントが描かれていた2011年にイグノが発表したコミックブックイベントのオールタイムベストリストでは本作が その後に企画された、コズミックテーマのイベントすべてのお手本と紹介された。2012年の映画、アベンジャーズに、サノスがカメを登場すると、ファンとメディアの間で本作への関心が再燃した。2014年10月には、アベンジャーズの映画第3作、第4作のタイトルが、インフィニティ・ウォーパート1、ドーパート2であることが発表され、さらに関心が白熱した。 2018年に予定された第3作、アベンジャーズ、インフィニティ、ウォーの公開が近づくと、コミック関連のニュースサイトは、本作の紹介や、どの要素が映画に取り入れられるかの予想を配信し始めた。そこで本作のストーリーは、伝説的、古典、象徴的などと形容された。本作がその時点でも、魅力を保っている理由として挙げられたのは、ペレスの作画や、 古典的なヒーローたちをかつてない視点で描いたスターリンの手際であった。好意的な関心ばかりではなかった。ドリュー・ブラッドリーは2013年にマルチバーシティコミックスでマーベルのコズミックテーマの作品について一連の書評を書き、本作のストーリーは素晴らしいが全編を通して読んだ時に限ると述べた。ブラッドリーは シルバーサーファー誌に掲載された前日端を読むよう進めたが、その時点で単行本化されていたのは一部に過ぎなかった。ポップカルチャーに関するウェブサイト、ホワットカルチャーにおいて、マークジノッキオは本作が過大評価されていると考える理由を列挙した。理由の一つは、ペレスからリムへの作画の交代が違和感があって見過ごせないことであった。また、 スターリンが70年代に書いていたさ、ノスのストーリーの方が優れているにもかかわらず、本作の影に隠れてしまっているという意見も述べられた。本作が、作品評価の面でも商業面でも成功を収めた、ことで、オンゴーイングシリーズ、ウォーロックインフィニティウォッツと、続編となる2編のクロスオーバー作品、インフィニティウォー、インフィニティクルセードが発刊された。 本作の結末は、後年のストーリーラインにつながっている。例としては、サノース・アベンジャーズ第4シリーズ、シークレット・ウォーズがある。これらのストーリーのいくつかでは、ガントレットのパワーが弱体化されており、所有者が敵に圧倒されて敗北するシーンがたびたび描かれた。インフィニティ・ガントレットの発売後数年にわたって、作中での出来事を別の観点から描く。 コミック作品が刊行された。マーベルユニバースにおける重要な事件が別の方向に進んだらどうなるかを扱うシリーズ、ホワット・イフでは、様々なキャラクターがガントレットを手に入れたらどうなるかを描く物語が何度も作られた。マーベル・アドベンチャーズ・インプリントでは、2010年8月から、 全4号のリミテッドシリーズとして、若年層向けのリメイク、アベンジャーズザインフィニティガントレッドが刊行された。原作は、ブライアン・クレビンジャー、作画は、ブライアン・チャラレースであった。クレビンジャーは、オリジナル版と勝負しても叶わないと考え、骨格だけを使って意図的に異なる、方向性で描いた。2015年のクロスオーバー、シークレット・ウォーズでは、 本作と同じタイトルを冠した前後号のリミテッドシリーズにおいて本作の要素の一部を取り入れた物語が描かれた本作のオリジナル版の観光中テナシティ社は正式なライセンスの下で表紙イラストレーションをプリントした黒 T シャツを作成しマーベル社官公物の広告ページを通じて限定販売した T シャツ前面にはミニシリーズ第4号の表紙が背面には 第3号の表紙が使われた。観光時に、玩具展開は行われなかったが、それ以降に発売されたさ、ノスのアクションフィギュアには、インフィニティガントレットを着用した姿で造形されたり、アクセサリーとして付属するものがある。12インチサイズの、マーベルセレクトシリーズや、2インチサイズの、スーパーヒーロースクワットシリーズは一例である。2011年の、 マーベルユニバースシリーズでは、サノス、ウォーロック、ウォーロック用のガントレット、そして、ミニシリーズ第3号の再販本がセットになった、パックが販売された。本作のロゴをパッケージに使ったガングシリーズもある。例として、ミニメイトシリーズのフィギュアセットや、ハズブロのサンディエゴコミコン限定セットがある。インフィニティガントレットの形を模したライセンス商品も、 多数制作されており、貯金箱やイヤリング、栓抜き、コーヒーマグ、オーブンミトンのような例がある。本作の刊行直後、そのストーリーラインを元にしたビデオゲームがカプコンから2本発売された。格闘ゲーム、マーブルスーパーヒーローズは1995年にアーケードでリリースされ、1997年にセガサターンとプレイステーションに移植された。 1996年にリリースされたマーブルスーパーヒーローズ・オブ・ザ・ジェムはスーパーファミコン用の横スクロールアクションゲームである。2017年9月にカプコンは対戦格闘ゲームマーベル VS カプコンインフィニットをプレイステーション4、XBOX1、マイクロソフト・ Windows 向けに発売した。本作が直接の原作ではないが一部の ストーリー要素が取り入れられていた。カプコンは発売直後に、同作の世界トーナメント、バトルフォーザ・ストーンズを開催した。優勝者には、賞金と、伝職された、インフィニティガントレッド型トロフィーが授与された。2011年10月、ウィズ・キッズ社は、コレクティブルミニチュアゲーム、ヒーロークリックスについて、本作をモチーフにしたトーナメントを、 翌2012年に開催することを告知した。大会に参加する店舗はヒーロークリックスのブースターパックを最小限購入することで無料のゲームキットを受け取ることができた。トーナメントは1月から8月まで毎月1ラウンドずつ進行した。各ラウンドの参加プレイヤーには特別なゲームピースが配布され優勝者には本作のストーリーに登場するキャラクターの 限定ピースが授与された。全8ピースの参加賞を組み合わせると、サノスガデスに送った神殿となる。これは、ヒーロークリックスのトーナメントとして、当時最大規模だった。テレビアニメシリーズ、スーパーヒーロースクワッドショーでは、第1シーズンに、インフィニティソードが登場したほか、第2シーズンで本作のストーリーが、大まかに再現された。 クリプトナイトゲームズは2010年にタイアップ作品マーベルスーパーヒーロースクワッドインフィニティガントレットを複数のプラットフォームで発売した。2014年アニメシリーズアベンジャーズアッセンブル第2シーズンの前半で本作のストーリーが使われた。サノスが主要キャラクターとなる2013年のクロスオーバー作品インフィニティからも サノスのハイ下ブラックオーダーなどの要素が取り入れられた。2011年の映画マイティソーではファンへの隠れメッセージとしてジェムがはめ込まれたインフィニティガントレッドのプロップが登場した。この時まだマーベルスタジオはマーベルシネマティックユニバースに本作を取り入れる決定を下していなかった。アベンジャーズエイジオブウルトロンではタイトルロール後に ジェムのないガントレットを着用したサノスが映され、マイティ・ソー・バトル・ロイヤルでは、マイティ・ソーのガントレットが偽物だったことが明かされた。2018年の映画、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーは、本作のコンセプトと主題を着用しており、サノスが、インフィニティ・ストーンを集めるストーリーとなる。定期的に観光されるが、終了号があらかじめ決められている。 コミックブックシリーズ。その中でも短いものはミニシリーズと呼ばれる。またこれに対し、号数を限定せず、配刊されない限りいつまでも続くものはオンゴーイングシリーズ、またはレギュラーシリーズと呼ばれる。対イ、イミーシューズ、クロスオーバー関連号。コテ、もしくは長手袋。制作者が著作権を保有する作品。アメリカのメインストリームコミック界では、 一般的ではないが、大手出版社がクリエイターオーンド作品専門のインプリントを設立することもある。ドレッドスターは、マーベルのインプリントエピックコミックスから刊行された。月刊コミックブックの特別号で年間で発行されるもの。マーベル社は1989年に、ロナルド・ペレルマンの会社マクアンドリューズフォーブスによって買収された。 それまでにも、マーベル社のキャラクターは互いに関わり合いを持ってきたが、そのようなストーリーはいずれかのキャラクターの個人タイトルで完結するのが普通であり、他の月間タイトルのスケジュールやプロットに直接影響を与えることは稀だった。1985年のシークレット・オーズ2は、マーベル社で初めて月間タイトルとのクロスオーバーを行ったリミテッドシリーズであった。 それ以後、月間タイトル間のクロスオーバーが行われる頻度は増えていったが、シークレット・オーズツーの観光形態が再び採用されたのは、インフィニティ・ガントレットが初めてだった。コミックブック制作では、原作者と作画家の間で密な共作が行われる場合もあれば、分業に近い場合もある。マーベル・メソッドと呼ばれる制作形態では、 作画家にもある程度ストーリーの決定権や相違の余地が与えられる。完全なスクリプトを作成する方式では作画家にとっての自由度が狭められる。当時コミック専門店の多くはバーコードリーダーを導入していなかった。また出版社にとってはこのような相違点があると異なる版を見分けやすいのも利点だった。ニューススタンドは売れ残ったコミックブックを返品にして 払い戻しを受けることができたが、専門店には、それが許されていなかった。本作と同年の1991年に、刊行された、DC 社の作品。コミックのプライスガイドは、複数の発行元から出されており、それらは、必ずしも一致しないので、価格が落ち着いた時期やその値は正確に決められない。このフィギュアセットのサノスは、既存製品のリペイントである。 先行版でもインフィニティガントレットは付属していた。ありがとうございます。